アンヘルアルビのコルソ国際空港は、メキシコ合衆国チアパス州チアパデコルソ市にある国際空港。州とトゥストラグティエレスを示す空港コードを持ち、チアパス州の中央部、及びトゥストラグティエレス周辺の航空交通の管理を担っている。トゥストラグティエレスまでは、車でおよそ25分、サンクリストバルデラスカサスまではおよそ60分の距離にある。 2006年に建設された新しい空港で1日350便の発着と年間80万人の乗客を受け入れる能力を持つ。空港ターミナルビルは5カ所の搭乗口があり、うち4カ所はターミナルビルに直接つながったボーディングブリッジを備えている。メキシコ運輸通信省航空局の発表によると2008年の 利用者数は763,450人。2009年の利用者数は644,556人であった。これはメキシコ国内の空港の中で利用者数では19番が目に多い数字である。2006年はフランシスコ・サラビア国内空港の数字を含む。2010年3月31日時点2010年6月9日から運航開始。 ターミナルビル内のチェックインカウンターアンヘル・アルビのコルソ国際空港ができる以前、トゥストラ、グティエレス地方には、リャノさん、フワン空港とフランシスコ・サラビア国内空港という既存の空港が存在していた。しかし、これら2つの空港では商業航空交通の需要をすべて賄うことができなかったため、1990年代には第三の空港を建設する。 必要性が高まっていた。21世紀初めを目指して新たな空港の建設プロジェクトがスタートし、2006年6月27日にアンヘル・アルビのコレソ国際空港が開港した。建設工事には8億2500万ペソの投資が行われ、その資金の49%をメキシコ政府が拠出し、残りの51%をチアパス州が負担した。 新空港の運用が開始されたことによって、フランシスコ・サラビア国内空港は、テラン第イ航空基地として、メキシコ空軍の軍用航空基地としての機能を取り戻し、リャノサン・ファン空港も商業及び民間飛行での利用が完全に停止された。開港式は、ビセンテ・フォックス・ケサーダ・メキシコ合衆国大統領と、パブロ・サラサール・メンディグチア・チアパス州知事の司会によって、 開催され、商業航空の第一便として、パパチュラ国際空港発のアビアスカ航空 6A-234 便が着陸した。また同期によるメキシコシティへのフライトが初離陸となった。開港時から国際空港を称していたが、公的に国際空港としての地位を獲得したのは2008年7月21日になってからである。 最初の国際便の着陸は、商業飛行ではなく、トゥストラ・グティエレスのビクトル・マヌエル・レーナ競技場で、開催されるサッカーメキシコ代表との試合において、2008年9月7日に、サッカーカナダ代表を受け入れるためのものであった。2009年2月には、アエロメヒコ航空が、メキシコシティとの1日3便の路線開設をアナウンス、したが、 同年6月に、アエロメヒコはこの路線開設の不定期の延期を決定した。2009年からは、メキシカーナ航空がこの空港での大規模な運航をスタートさせている。同社参加の格安航空会社である、メキシカーナクリックは、2009年4月1日から、トゥストラ・グティエレス、メキシコシティ間の路線を開設しており、新規に購入した。 ボーイング717を就航させた。さらに同じく同社の子会社で、グアダラハラ国際空港を拠点とする、地域航空会社であるメキシカーナリンクが、同年7月からワハカとグアダラハラへ1日2便ずつの運航を開始している。同年8月には、メキシカーナ航空本体による、メキシコシティへ1日3便の路線再開と、同年10月からのメリダへの1日2便の、 路線解説をアナウンスした。2010年6月からは国際線定期便の運行が開始される。これはコンチネンタル航空がコンチネンタルエクスプレスを通じて運行するものでテキサス州ヒューストンとの間を週2便の直行便が結ぶ予定となっている。トゥストラグティエレスの空港高度の変遷が表しているように2006年にアンヘルアルビのコルソ 国際空港が開港するまで、トゥストラグティエレスには、安定した利用が可能な空港が存在しなかった。1980年に、トゥストラグティエレスの成功外にリャノサン・ファン空港が開港し、それまで使用されていた、市街地にある、フランシスコ・サラビア空港は、メキシコ空軍のテラン空港と名前を変えた。しかし、リャノサン・ファン空港は、 霧と強い風で使用が制限される条件下にあり、自然環境の影響を防ぐために、無線サポートや2番目の滑走路建設などの投資が行われた。1990年代後半には、暫定的に古いて、ラン空港が使用されたが、位置やスペース、軍事指定など制限が大きかったため、新空港が建設された。ありがとうございます。